皆さんこんにちは、ケンです。本日はですね、サイコンのレビュー動画になります。今回メインでお話しするサイコンがブライトンから出た新しいサイコン、ブライトン 860 GPS 搭載の、フラグシップモデルになります。このサイコンをおすすめしたい方、そして現在ガーミンユーザー、私ですね 820J っていうタッチパネル式の GPS サイコンで、それの進化版の530ボタン式のサイコン、 GPS も備わってます。そのガーミンユーザーである私がブライトンのフラグシップモデルを使ったらどう思ったかっていうのを本音で話してきますので、よろしくお願いします。結論から述べましょう。このブライトン860おすすめの人、初めて GPS サイコンを使いたい人にはおすすめということになります。これどういうことかと言いますと、お値段的にも36,000円税別で本体のみが買えます。そこにですね、心拍とかケーデンス、スピードセンサーのトリプルがついた状態だと確か46,000円ぐらいだったと思うんですけど、本体も GPS でスピードは出ます。ケーデンスは出ないんですけど、それにケーデンスだけ欲しいっていう方だとケーデンスセンサーを付け足せば5,000円ぐらいですかね、買えばいいだけですし、っていう風に自分のスタイルに合わせてアクセサリー決めたりとか、まあお得な3点セット買ったりとかっていう風にできるっていうのがすごいいいなと思いました。まあ本当にケーデンスもいらなくて、まあ地図で道を案内してほしいっていう方だったり、まあスピードと距離っていうのをスマートフォンと連携させて表示させたいとか、そういった方にはまず本体だけで購入してもいいんじゃないかなと思います。最終的にアクセサリーを1個ずつ単品で揃えていくと、そのトリプルセットより高くなりますので、そこだけご注意ください。で、36,000円でカラー液晶、すごく画面は見やすいです。かつその地図の表示もですね、めちゃくちゃ綺麗で、まあ正直そこについてはガーミンより綺麗だなっていう印象があります。例えば地名もちゃんと書いてあったり、コンビニのマークもしっかり出て、しかもそこがカラーで出て細かく地名まで出ます。で、色分けもしてて、山のとか緑で塗ってあったりとかっていうのがすごく見やすい地図だなと思います。ただこれをまあ初めて買う方におすすめとは今言ったんですけど、 Wi-Fi 環境ない方はちょっと考えた方がいいです。というのも、最初の初期設定でまあスピードとかは出るんですけど、スピード距離は出るんですけども、地図のダウンロードっていうのが必要になってくるんですよ。で、各中部地方とか、私だったら中部地方とかダウンロードして使ってるんですけど、まあそこの初期設定にちょっと時間かかるかなっていう感じですね。なので Wi-Fi は必須になってきます。実際に使ってみた感想をまず申し上げますと、まあガーミンと並べて表示させたんですけど、しっかりスピードも出る、ケーデンスも出る、正確に出てると思います。止まった時に自動的に計測をストップしてくれる機能がありまして、これも完全に信号で止まってから約まあ体感で3秒ぐらい後にピッてちゃんと音が鳴って止まります。で、走り出すとまたスタートするっていう機能もかなり便利だなと思ってます。で、ナビ機能に関しても設定こそちょっと時間かかるんですよ。ただ操作も見やすいですし、しっかりとゴールまで案内してくれます。ここ窓 50m 先曲がってくださいだったりとか、まあ、地図でしっかり矢印が出てますので、もう軌跡がわかるわけですね。スタート時点と目的地の設定についても、そのタッチパネルで旗を立てて旗を置くと自動的にコースを設定してくれます。このナビ機能で何回かライド行ったんですけど、ちょっと注意点があります。例えば設定によると思うんですけど、最短ルートとかをするともうとんでもない道も案内されることもあります。例えば私だとこういうふうにグラベル案内されたりとかしました。で、私はグラベルロード乗りなので、そういうとこもありがとうっていう感じだったんですけど、まあ、ロード乗りの方だと、まあ、そういった細かな設定ももしかしたらできるはずなので、ぜひやってみてください。ただこれについてはガーミンについても、なんでこんなとこ案内するっていうことがたまにありますので、まあ、ここはまあどっちもどっちって感じはしますね。私もそうですけど、ホビーレーサーが使う機能っていうのが、そのこのサイコンを買う人っていうのが、自分の走った距離速度見たいとか、あとはナビ機能を使いたい、それを使いたくてブライトン860を候補に入れてる人が多いので、今はその2点、まあ、実装で使ったその2点だけに絞ってご説明しました。ガーミンユーザーがブライトンに乗り換える、これはちょっと530とか830とか1030っていうあたりを持ってる人がブライトンの860を
に買い替えるかって言われると買い替える必要ないかなって正直思います。本音で話しますので、すいません。で860と530比較した時にその電源入れてからつけるまでの速度だったりで860もそうなんですけどその操作タッチパネルして、表示されるまでの時間だったりとかあと感度とかブライトン860がめちゃくちゃ遅い。ガーミンはここでは今言ったような530以上のものを指すんですけどめちゃくちゃ速い。でその体感速度っていうのが視聴者さんの皆さんに分かりやすく言うとガーミンが 4G、ブライトンが 3G みたいな感じ速度差があるんじゃないかなっていうふうに思います。なので私は使ってて正直すごいそこの表示されるまでの遅さだったり特に860だとナビを使いたい人多いと思うんですよ。でナビを設定、まあ、もうその再婚で設定するっていう時の処理速度にかなりストレスがたまりました。冒頭で最初に結論述べたように初めて再婚買う人にはすごくいいけどもガーミンとかもうちょっとごめんなさい和風とかがまだ使ったことがないので一概に言えないレザインとか言えないんですけどその処理速度っていうところで GPS 再婚の2代目とかに乗り換えた時にかなりのストレスがかかってます。個人的にはあと1万円高くてもいいです。4万6000円とかでこのもうガーミンと同じぐらいの処理速度になりましたって言ってたら、まあもうブライトンをメインで使うような感じにはなるかなとは思ったんですけど、で価格がガーミンとブライトンで全然違いますので今回ブライトンのフラグシップとはいえ、まあ、そこの初めての GPS 再婚使う方に狙っていってるとは思うんですね。まあ、当然多分開発するにあたって競合他社の情報とか使い勝手とか見てるはずなのでそれを計算した上でその価格で GPS 再婚出してると思いますので、まあ、そこは何とも言えないなっていうところですね。まあ、ただ私は多分これからもガーミンは使っていくとは思いますね。でこの動画の後半はガーミンユーザーには参考になったのではないかなと個人的には思ってます。以上再婚のレビューでした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。